前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は3月7日京セラドームで行われました、WBC 強化試合ですよね。侍ジャパン対オリックスバファローズの試合です。結果は9-1、侍ジャパンの勝利となったわけなんですけども、準備完了、そういうことが言えるでしょうね。試合終わってからの監督のコメント、まあヒーローインタビューですよね。そこでもスタンドからの声に思わず笑みがこぼれるといった、そういうシーンも見られたわけなんですけども、まあ活躍したメンバー面々で言うと、これね、なぜ僕がいきなり準備完了って言ったかというと、もう収穫が欲しかったところの収穫が取れたっていうことかな。まあ言えば、同じようにヒーローインタビューでお立ち会いに立った吉田正尚。まあちょっとね、時差ボケなどもあった。実際あったんですよね。で、なんか、ヒット生まれましたが、なんか本来の吉田正尚のスイングとはという感じやったんですよね。でも今日の試合は、彼らしさ、彼らしい打球の行方が、左方向にも、右方向にも出たということで、メジャー組の一人、準備完了といったことが言えるんじゃないでしょうか。まあ東京ドームで行われるその試合ですけども、まあ時差で言うと、日本の時間帯で行うわけですから、早くその生活リズムというものを、自分に戻さなければいけない。そこでこう数日かかりましたが、今日の試合でもう慣れ親しんだ京セラドームでもうしっかりと汗を流した。もう今日の試合でもうこれは整いましたね。もうレディーゴーですよ。レディーですよ。もうできましたね。ほんでほんで、村上出ましたな。村上のバットになかなか快音が見れずに、ファンの方々不安視していたかもしれない。まあ実際ね、アーティストですから、どでかい一発が出ない限り、周りはなんか心の中でモヤモヤが残ってしまう。まあそういう現状があったんだけども。で、今日一発出ました。スリーランホームラン。そのホームランの後の打席も、ちょっとらしくないなんて言う人もいましたが、いや、何をおっしゃいますのっていう話で。今日のホームラン、皆さん、もう村上にしかできないような、押し込んだホームランでしょ?やや左方向に。56本打った昨シーズンのその彼のホームランのうち、ああいうピッチャーが一瞬差し込んだんかなと思うようなボールも、いやいや彼はそれをしっかり捉えて、押し込み切る村上ならではのバッティングはそこにあったじゃないですか。なので、先ほどの吉田正尚と一緒で、準備完了っていうような言葉を出させていただいたんですよ。メジャー組のね、大谷の活躍とか、ヌートバーの活躍、前日の試合まではすごく目立ちましたよ。でも、他の選手たちもね、とても持ち味を出していた、そのチーム状況を見て、ああ、もう準備は着々と進み、で、今回のこのオリックス戦で、まあ、それはちゃんと答えとしてね、完了しましたっていうのを出してくれると思って見てましたが、こんなに綺麗に出すとは思ってなかったんですよ。村上の一発、そして、山川。彼もアーティストですから、その一本みんな待ってたでしょ?待ってた待ってた。右の山川、左の村上、メジャー組は別としてね、そういう一発を待っていた二人の一発が出た。山川穂高の一発も彼らしいやん。足上げで、ガチャーンと、ちょっと芯から外れてたかもというような当たりだけども、まあヘッドが変える時にちゃんとボールを乗せているので、彼的には手応え十分のオーバーフェンスを打った瞬間にそれを把握できてましたよね。なので、栗山監督もメジャー組の活躍も嬉しいけども、山川と村上のホームランは一番の収穫としてこのゲームで捉えてるんじゃないかと僕は思うんですよね。まあゲーム開始見ててもね、大谷翔平がしっかりとヒットを打ってチャンスを作るなどなど、打線のつながりも見せることができた。そのジャパンですよ。ほんで欲しいところで村上がちょっとアウトコースになんか沈んでいこうとしたボールかな、ムービングしようとしたボールかな、それを自分のヒッティングポイントで左方向にあれだけの放物線を描けるっていうのは調子が悪いとあんな打球出ないと思う。なので侍ジャパンファンの方、そして村上ファンの方、もう全く問題ないと思いますよ。私は。で、山川のもう渾身のドスコイも京セラドームで見れましたし、これをまた本番でね、見せてくれることを願ってますよ。まあ彼らならやってくれるかな、そう思っとるんですよ。さて、ピッチャーの方に参りたいと思います。今日はね、先発ピッチャー種市、まあサポートプレイヤーという位置でね参加したんですけども、ジャパンのユニフォーム着てそこで投げるんやから、今後まだまだジャパンのメンバーとして活躍する日がやってくるんじゃないかと。まあでも彼自身もね、手術を経たりとか、リハビリを経たりとか、そういう時間がある中で、ジャパンのために一躍尽力できるところまで来てるっていうことや。もともとレベルの高いピッチャーなんでね、今日はその野球のリズムをしっかりと作り、そして野手陣たちにいい形で守ってもらえるような、そんな役割もあったんかな。でも初めちょっと
ボールはね、緊張からなのか暴れてたように見えたけども、まあ途中からは谷内の良さが炸裂で、ベース上でボール動いてんやろな。バファローズの選手たちがやっぱ打ちあぐねるっていうシーンが多かったもん。なんか、あ、ジャパンのピッチャーか。と思ったぐらいやったで。そして岩下ね、3イニングで56球球数が多い、フォアボールがやっぱ5つと、まあ同じように、緊張もあったと思う。でもそこに名前が上がってる意味ですよね。まあ今後マリーンズのピッチャーとしては、計算のできるピッチャーとしてね、これ勝ち星を、チームを勝たせる、勝算のしっかり立てられる、計算のできるピッチャーとして、フル回転してほしい。そのピッチャーが、ジャパンのユニフォームに合ってたね。まあ今日はね、自分のピッチング内容で言うと、まあ1失点。まあでもフォアボールとか見ると内容で言うと課題はたくさん残ったと思う。でもその課題を見つめ直す時間はまだあるので、パリーグのシーズン、ペナントレースに入っていくのには、まあまず問題なく、微調整してくれるんじゃないかと思ってみました。僕はもう彼の投げっぷりが大好きなんでね。よっしゃ、頑張ってくれよ。で、まあ、サポートプレイヤーで言うと、山崎総一郎が最後1イニング、11球、三振1つ。まあ、去年のね、日本シリーズの活躍なんか見てても、やっぱりええピッチャーですよ。サイズがいいね。で、ピッチャーらしいピッチャーだね。まあ、このサポートプレイヤーたちの活躍も、すごくジャパンの、力になり得たんじゃないかなと思いますよ。ここでジャパンのメンバーの宇田川投手、1イニング投げて14球、ヒット1本打たれましたけども、まあ、彼はね、綺麗にカウント整えて、なんか綺麗なアウトじゃなく、もう、押して、押して、押して、最後、バーンって三振取るような、ガツンと空振り三振取るような、そんなピッチャーなんですよ。でも、キャンプ入った時には、中島監督が、オフシーズン何やっとったんやっていうような厳しい声も飛んだぐらいでした。なので、どうやって、2月の間に自分を高めていくのか思ったけど、やっぱりジャパンのメンバーとして責任もあるんやろうね。ちゃんと整えてくれてて、今日様になってたマウンドがあったと思います。本戦入った時に、ゴリゴリの勝ちパターンで上がることもあるでしょう。でも、点差が空いてて、チームにいいリズムをもたらしましょうっていう時あるじゃない。まあこれはリードを仮定してるんですよ。もう6点7点リードしていて、まあチームにいいリズムを改めて作りましょうという時のマウンドも考えられる。そういうマウンドの今日模擬ができたと思うんだろう。まあ三振から逆算して三振を取れるピッチャー、短期決戦にはものすごい重要なピースなんでね。宇田川がまた独特のアドレナリンとともに、侍ジャパンの一員としてね、WBC で大活躍することを願っておりますよ。本当に本戦で出場することが決まっている選手たちの、調整や調子を上げるその作業が、この強化試合や、ドラゴンズとの合同練習などで、いろんな手法を使いながら行われてきたけども、それを果たせたんじゃないかと思う。これはね、やっぱ侍ジャパンが、本戦で活躍するためにね、周りの野球関係者の方の協力もあったと思うね。ただただ気持ちよくプレーするのではなく、やっぱタフな、展開も、やっぱ、それを味わってもらうために、強化試合で戦ったその選手たちも真剣にそこにアタックしてくれてたんだね。なのでレベルの高い侍ジャパンのプレーが見れたということだと思うんですよ。でも振り返ると大谷翔平驚きやね。メジャー組さあ試合出るの解禁ですよね。その号砲とともに彼がバッターボックスに入り、いきなり何するのかなと思ったら、度肝抜かれる。片膝つきましたホームランですよ。スリーランホームラン。次は、差し込まれたんかなみたいな。いやいや、差し込まれてませんね。ホームランとか。まあ、チームの中にもすごく刺激を与える、鼓舞ができる一発であったし、結果ね、次の日に山川、ね、村上と、この欲しい欲しいアーティストの一発が出ることになったんやもん。で、ヌートバーどうかなと思って、僕もあんまりこう、メジャーチェックしてなかったんで、ヌートバーってどんな選手かなと思ったら、ダルビッシュ有がちゃんとチームに溶け込みやすく、それを整えていて、で、大谷翔平と、まあ、顔見知りでしょうな。で、ベンチに入ってきた時はもう一気に馴染んでたもん。で、チーム事情でね。で、まあ、吉田正尚が合流した時には、もういきなり一つになってるチームがいるので、そこにもう自分がもう乗っかるだけやったからね。なので今日ヒーローインタビューでも普段寡黙な吉田がやっぱ笑顔やんか、キラッと白い歯が光っとったで、これ。俺まだもう、京セラドームのファンの人になんか景色久しぶりですわ、言ってたけども。そうやってね、今日はオリックスとの試合、本番前のこの強化試合の最後の試合かな、そこでみんなの協力のもとに仕上がった侍ジャパンがいる。それを感じさせてもらいました。あまりにも興奮で同じことばっかり述べてるように感じますでしょ？いや、そうなりますよ、野球関係者は。
で野球中継の放送もですよ、いろんな媒体で放送されるようになって、今日アマゾンプライムやわ、入っててよかったわ。試合スケジュールで言うとソフトバンクと2つやって2つ勝ちました。で中日と試合して1勝1敗、阪神オリックスと、やっぱ打線がね結構振るってる試合っていうのが、僕の中では印象的だったね。うん。で9日から次の日1日挟んで、心の休息を取って9日からね中国、10日韓国、11日はチェコ、12日はオーストラリアと。でもう当然勝ち上がってくれて、16日準々決勝で、21日に準決勝、22日に決勝と、もうこの3月に桜咲く頃に満開の笑顔の桜を提供してくれる侍ジャパンと思っておりますよ。ロックオン、 To be continued。 毎度お気に入り。